初代ストラフォード伯爵トマス・ウェントワースは、イングランドの政治家、貴族、庶民院議員として、政界入り。当初は、反国王派だったが、1628年から国王派に転じた。1629年から1640年に、かけて、国王チャールズ・一世は、議会無視の申請を行ったが、その間に、北部評議会議長やアイルランド総督などを歴任し、 イングランド北部やアイルランドで先制政治を展開した。1639年にはカンタベリー大主教、ウィリアム・ロードと共に国王の筆頭顧問官となる。しかし、イングランド内戦前夜の1640年から1641年にかけての議会で先制政治の責任を追求されて主権剥奪法可決により処刑された。1628年7月に ウェントワース男爵、同年12月にウェントワース子爵、1640年にストラフォード伯爵に除せられた。1593年に後に初代順男爵に除される、ジェントリーのウィリアム・ウェントワースの息子として生まれる。ケンブリッジ大学やインナーテンプルで学ぶ。1614年に父の死により順男爵を継承した。 1614年の議会で、庶民委員議員に初当選した。ジェームズ一世、チャールズ一世とその側近バッキンガムジョージ・ビリアーズの政策に反対し、1627年の強制借用金の際には支払いを拒否して一時、投獄されている。1628年の権利の請願にも賛成した。しかし間もなく国王派に転じ、1628年7月に、 ベントワース男爵同年12月にベントワース子爵に除されるとともに、北部評議会議長に任じられた。1629年に議会が閉会されて、国王申請が開始されると、北部イングランドで先制政治を行った。1632年には、アイルランド総督に就任し、アイルランドでも先制政治を行った。1639年9月に、 ロンドンに呼び戻され、カンタベリー大主教、ウィリアム・ロードと共に、国王の筆頭顧問となる。1640年には、ストラフォード伯爵に除される。主教戦争の戦費の年出のために、議会の召集を国王に助言したが、1640年4月から5月に、かけて召集された議会は、臨時課税に厳しい態度だったので解散させることに、同意した。同年11月に、 スコットランドへの賠償金支払いのために再度議会を招集することになったが、庶民員の態度はより厳しくなっており、急進的進歩派の銀ジョン・ピムの主導で、ストラフォード博の弾劾が押し進められた。弾劾は、貴族院での可決が困難だったので、途中で試験剥奪と処刑を求める法案に切り替えられた。ロンドン市民の自由運動の圧力などにより、 貴族院も国王も妥協し、法案は成立した。これにより1641年5月12日に処刑された。しかし議会と国王の対立は収まらず、新京都革命へ突入し、王党派は破れ去り、ロードもチャールズ一世も処刑されることになる。1593年4月13日、後に初代順弾尺に上されるサーウィリアム・ウェントワースと、 その妻との間の息子として、ロンドンのチャンスリーレーンで生まれた。ウェントワース家は、ヨークシャーウェントワースウッドハウスを中心とする歴史の古いジェントリの家系である。ケンブリッジ大学セントジョン・カレッジに入学し、1607年からは、インナーテンプルでも学んだ。1611年10月、第4代カンバーランド伯爵フランシス・クリフォードの娘、 マーガレット・クリフォードと結婚し、12月には、ナイトの称号を得た。1612年から1613年にかけて、グランドツアーに出た。1614年9月に、父が死去し、第二代順弾爵位を継承した。1615年から、ヨークシャー西リディング主席治安判事に就任した。初代バッキンガム校、ジョージ・ビリアーズ。ジェームズ・一世。ッセイ。 チャールズ一世の右腕的存在で大議士時代の、ベントワースは彼を批判した1614年に召集された、初位、混乱議会において、ヨークシャー選挙区から選出されて、庶民議員となる。1621年の議会でも庶民議員に、選出される。ベントワースも他の議員たちと、同様、ジェームズ一世とその側近バッキンガムジョージ・ビリアーズの施策に、 反対の立場を取った。同じ選挙区から選出されたジョージ・キャルバートの対スペインは平論に賛成し、バッキンガム校の対スペイン主戦論に反対した。1622年に妻マーガレットと死別し、3年後の1625年に初代クレア伯爵、ジョン・ホリスの娘、アラベラ・ホリスと再婚した。1624年の議会では、ポンテフラクト選挙区から選出され、 続く1625年には再びヨークシャーから選出される。バッキンガム公を批判しつつも1626年にジョン・エリオットが提出したバッキンガム公弾劾の道義には賛成しなかった。しかし議会の代表的な反政府指導者として政府に危険視され、1626年にはヨークシャーのシェリフに任じられた。シェリフは 庶民委員議員との兼業を禁じられていたためである。1627年には国王による強制借用金に反対して支払いを拒否したため、6ヶ月ほど投獄されている。1628年3月に議会が召集され、ベントワースは再びオークシャーから庶民委員議員に選出される。この議会の直前に強制借用金を裁判所は合法と認めなかったのに、 公務時間が判決文を改ざんして合法と判決したかのように見せかける事件が起こっていた。その憤慨の中で議会は始まり、ウェントワースもイングランド人の自由を守るため人身の保護と恣意的課税の禁止の立法が欠かせないと訴えた。議会は議会の同意なき課税の禁止、恣意的逮捕からの自由、軍隊の強制宿泊の禁止、 民間事にの軍法的用禁止などからなる権利の請願を提出し、ベントワースもそれに賛成した。金のない国王チャールズ一世は、特別課税を可決してもらうために、それを認めるより他なかった。ベントワース取り込みに不信していた国王は、ベントワースを1628年7月22日に、ベントワース男尺、同年12月13日に、ベントワース死尺に除し、 さらに12月25日には北部評議会議長に任じた。さらに同年8月にはこれまでウェントワースが強く批判してきたバッキンガム公が暗殺された。これによりウェントワースは政府への態度を軟化させていき、国王と議会の調停役になり、ついには国王派に転じることになった。1629年には数密顧問官に任じられる。 1629年3月に議会が閉会された後、国王は1640年まで議会を開かず、申請を開始した。その申請下において、権力を握ったのが、ウィリアム・ロードとウェントワースだった。しかしウェントワースが、中央の実権を握ったのは1639年9月から1640年に、議会が再開されるまでの申請最末期だけであり。 大半の機関はロードが実権を掌握していた。北部評議会議長としてイングランド北部を統治したが、王権に背く者を徹底的に弾圧した。後のクラレンドン伯爵エドワード・ハイドは、その統治を北部を先制的権力の海に沈め、人々を社会不安、抑圧、貧困の迷路に引きずり込んだと表現している。 1631年には二人目の妻を亡くして、翌1632年にエリザベス・ローズと結婚した、ダブリン城。当時アイルランド総督府を兼ねていた国王派になったとはいえ、独立付きの性格のために国王からうとんじられ、1632年に1月に中央から厄介払いされる形でアイルランド総督に任じられた。1633年に、 ダブリンに入り、以降1640年までアイルランド統治に当たった。彼はアイルランドからできる限り絞り取ろうと、過熱な支配を行った。その世論無視反逆者への不寛容政策を彼自身は徹底政策と呼んだ。1634年にはアイルランド議会を招集して、多額の徴税を承認させた。さらに従来の総督府が、 アイルランド人に残しておいた土地を奪い取るべく、この後に新植民地建設を行った。また、ダブリン近郊に入植したイングランド系、カトリック系の旧植民者と北部アルスターに植民したスコットランド系、長老派の新植民者の対立を利用した分断統治によって容赦ない集奪を行った。また、アイルランドを経済的に従属的条件下に保っておくために、 羊毛工業を抑制し、アイルランドが毛織物の供給をイングランドに仰がざるを得ない状態にした。また、イングランドと競合する恐れがない理念生産を推進し、スペインとの交易を始めた。海賊も徹底的に一掃して貿易をしやすくし、関税収入を増加させた。こうした処置により、総督府の財政を均衡させることに成功し、イングランドは、 アイルランド統治で初めて黒字を得ることができた。彼の統治の目的は大ブリ転倒における王室の支配強化にアイルランドの資源を利用することにあったので、彼はこれらの増収の大半を軍隊強化に注ぎ込んだ。また、教会と土地の収入も回復させ、教会道の再建や聖職者の住宅建設にも尽力した。アイルランドの国境開花を目指し、 アイルランドのイングランド国境界からの独立を訴える地方聖職者会議にイングランド国境界の39課条項について認めさせた。しかし彼のアイルランド国境界化政策は分割統治が裏目となりすべての宗派から反発を買い、この不満が後の内乱の発火点となる。第一次主教を戦争に敗れ1639年6月に ベリック条約を結ぶことになった国王チャールズ一世は北部やアイルランド統治で実績を上げていたベントワースを1639年9月にロンドンに呼び戻しロードと並ぶ筆頭顧問官に任じた。さらに1640年1月にはストラフォード伯爵に除された。チャールズ一世は再度の戦争を目指していたが戦費の不足は明らかだった。 そこで、ストラフォード博は、臨時課税のために議会を召集することを進言し、チャールズ一世もそれに賛成した。こうして1640年4月13日に11年ぶりに議会が召集されたが、議会は臨時課税に応じる前に、議会警視の申請に苦情を申し立て、政治改革を求めた。国王は、貴族院を取り込んで事態を打開しようとしたが、 庶民員の反発がより強まったので5月5日には議会を解散した。ストラフォード博も臨時課税可決の見込みなしとみて解散に賛成している。一方アイルランドでは1640年3月にアイルランド総督に就任しアイルランド議会を召集して臨時課税を認めさせることに成功している。またこの頃アイルランド軍をスコットランド軍の侵入や 反乱防止に使おうとしているという噂が流れて、暴君ブラックトムとあだなされた。1640年8月には、スコットランド軍がイングランドへ侵攻してきた。ストラフォード博は、ヨークシャーに軍を集めて、これを迎え撃とうとしたが、結局敗れて、ノーサンバーランドとダラムを占領された。軍資金がないチャールズ一世は、スコットランド軍撤兵の条件として5万ポンドの、 賠償金をスコットランドに支払う日本条約の締結を余儀なくされた。チャールズ一世はその賠償金も用意できないため、さらに弱い立場で11月3日に議会を再召集する羽目になった。半年の間に世論の空気は変わっており、国王とその側近に対する信頼は完全に消えていた。そのため、全議会は穏便に申請前に戻ろうとしていたのに対し、 審議会は、申請の責任追及の機運が高かった。申請下で逮捕された政治犯が次々と釈放されるとともに、国王側近に厳しい責任追及が行われることになった。急進的進歩派の指導者の庶民院議員ジョン・ピムは、ストラフォード博を国民の自由の最大の敵とみなしていた。ピムの主導で、庶民院は彼の弾劾裁判を推し進めた。 そして11月11日には、王国の基本法を転覆しようとしたとされて、反逆罪で弾劾されたが、ストラフォード博自身の反論と貴族院が春秋にして、弾劾に同意しそうになかったことから庶民院は、戦術を転換し、対象とされた人物から生存権を含めたすべての権利を奪い取る試験剥奪法制定を目指した。年月に庶民院は、 ストラフォード博の試験剥奪と死刑を求める法案を204対59で可決させた。アイルランドカトリック軍を国王のために使うことを示唆したストラフォード博のメモの公表、また議会以外のロンドン市民によるストラフォード博処刑を求める G 行動などの影響で貴族員も妥協して同法案に賛成した。議会がこれほど彼の処刑を急いだのはストラフォードクこそは 唯一国王の先制政治を復活させうる力量を持つ政治家と恐れられていたからである。実際に国王は軍隊と共謀して議会を解散し、ストラフォード博を救出する陰謀を企てていた。国王は法案への署名に潜順,順したが、ロンドン市民の暴発を恐れて結局拒否権を行使できなかった。また、ストラフォード博自身も国王に 以下のように手紙を書いて自分の処刑法案を拒否しないよう訴えていた。ストラフォード博の処刑場面1641年5月12日にタワーヒルにおいて処刑された。ストラフォード博処刑の知らせがアイルランドに届くと当地の治安はたちまち混乱に陥った。ストラフォード博のイングランド化政策によって追いやられていたカトリック系住民が反乱を起こし、 プロテスタント住民が虐殺されたという方が課題にイングランドに伝わった。これがイングランドの秩序も混乱に陥れ、イングランド内戦と三王国戦争によって、ブリテン諸島は戦争の時代に突入することになった。ストラフォード博の死から4年後の1645年にロードも処刑され、8年後の1649年にはチャールズ一世も処刑された。チャールズ世は、 処刑前の最後の望みを、罪状をストラフォードの処刑に署名したことにしてほしいと言い残したと言われる。ストラフォード白衣をはじめとする爵位はすべて剥奪されたが、息子のウィリアム・ウェントワースは、チャールズ1世の息子チャールズ2世の王政復興後の1662年、議会法によって、ストラフォード白衣への復権を認められている。ストラフォード白が生きた17世紀は、イングランドに、 ピューリタニズムが浸透し始めた時代であった。独立派や長老派などピューリタンはイングランド国教会のヒエラルキー構造を批判したのみならず、党派によっては千年王国論など政治面でのドラスティックな改革を要求する存在であった。こうした層がイングランドに生まれてきていた中で、ストラフォード博は従来の教会、国家像を堅守する保守側の政治家であった。 ストラフォード博は生涯で、ジョン・サビルやバッキンガム効など、幾人かの性敵と対峙した。彼らとの対立は深刻で、生き残るためには、冷酷さ、残忍さを持ち合わせている必要があった。映画、クロムウェルなどで悪役として描かれているのは、こうした、冷酷な面を有していたことによる。また、ピューリタニズムの浸透が薄いイングランド北部に、生を受けた、ストラフォード博にとって、 政治的ピューリタニズムは反逆的危険思想に移った。ストラフォード博の政治的な理想は国王と議会の調和であった。ストラフォード博にとって議会の権限と国王の権限はそれぞれ不可侵のものであり、17世紀の議会は国王体験に真っ向から対立していた。ストラフォード博の目指した理想はエリザベス一世時代の体制であり、17世紀には 通用しなかったという指摘もある。ストラフォード博への評価は時代によって2点3点した。アイルランドの人々にとっては議論の余地のない悪役であったが、ヨーク大学のウェントワースカレッジにその名を残しているように、イングランドにおいては必ずしも悪役として評価されているわけではない。新京都革命における国王派や後のトーリーたちにとっては殉教者の一人であり、 議会派やホイックにとっては、尊大な権力志向者であった。ストラフォード博をめぐる評価は分裂状態にあったが、1732年にのウラーの名で出版された、ストラフォード・エスレターズが天気をもたらした。ストラフォード博の非公開の手紙、書簡などからなる、この書は、著者のウラーの背後に、パトロンとして、ストラフォード博の彦のロッキンガム施策が、 先祖の名誉を回復しようとしたものであり、都合の悪い部分は削除して出版されたものであった。しかし、これが、真に受けられ、以降20世紀中頃まで、ストラフォード博は、忠実なる国王の重木にして、悲劇の主人公ということになった。20世紀前半、バークレーア・ウェッジウッド・バークンヘッドがそれぞれストラフォード、博の伝記を出版したが、いずれも、 好意的評価を与えるものであった。ところが、都合の悪い部分が20世紀半ばに見つかってしまい、風向きが変化することになる。ストラフォード博の強権的で、無慈悲な態度を示す記述が少なからず見つかり、ウェジウッドは1961年に改訂版を出して対応した。ストラフォード博は一転、イングランド内戦の原因を作った犯人の一人になってしまった。 ストラフォード博をどのように描写するかについて歴史家の間で見解の一致は見られない。彼は常に性敵と戦う必要に迫られており、霊国さなしには正解で生き残れなかったのも確かであった。権利の正願に参加しながらも国王に強く敵対しなかったのも彼の出身選挙区であるヨークシャーの人々の意見を吸い上げてのことであった。彼の積極的意志は アイルランド総督時代に見られ、議会運営をうまく行い、カトリックのみならず、プロテスタントの不在地主の所有地にもメスを入れたことは、イングランド在住の既得権者の恨みを買い、最後に国王の先生の責任を一身に背負って人生を終えた。ストラフォード博は期待された役割を果たしただけであると、する意見がある一方、横暴さや冷酷さを指摘する声もあり、 彼をめぐる議論は現在進行型で続いている。1611年6月29日に父から第二代順弾釈位を継承した。1628年7月22日に以下の釈を新規に与えられた。1628年12月13日に以下の釈を新規に与えられた。1640年1月12日に以下の釈を新規に与えられた。 1641年5月12日に処刑、爵位剥奪される。1611年、第4代カンバーランド伯爵フランシス・クリフォードの娘マーガレットと結婚したが、彼女との間に子供はできず、1622年に死別した。1625年に初代クレア伯爵、ジョン・ホリスの娘、アラベラ・ホリスと再婚し、彼女との間に以下の2男二女を設けた。 1631年にアラベラと死別し、1632年にサーゴドフリーローデスの娘、エリザベスローデスと再婚した。彼女との間に以下の一難一女を設けた。ありがとうございます。